で、5、3と9、3。ラルクラ・ウラロバート、ラルクラブームが終わらないというか、ラルクラ好きな人は前から好きですからね、まあ、そうですね、比較的結構使い続けてる人が多い気がするな。しかもまた強くなりきらない調整が、まあ強くはなってるんですけど、はい、まあどうしてもラルフである以上何かこう、まあ、いける限界はどうしてもという。そうですね、これはな、でもそれこそキュッパチカラとかでもいいですけど、この組み合わせ絵面を見ただけでなんかこう、そうですね、ラルフどういくんだろうなっていう、何があればいいんでしょうね、飛び道具とか当て身とか、飛び道具はすごいな、なんかバンダナ投げるぐらいの何かが、おお、マジか、さすがにちょっと残るかな、こうなんかこうキャラの性能をガラリと変えるぐらいの技を1個か2個追加しないと、まあちょっとこれはそうですね、まあ、立ち打ちしづらいですね、ある程度の相性はしょうがないですね。あ、画面出てるな、ウラロバ、どれにしてもゴーさん立ち振ってが好きですね。そっからのパチキが一連の連携みたいになってますけど、おー避ける、おダウン、強制ダウンは取らず、やった、はい、まあ、山崎といえば結構どっしり構えて立ち絵とか、まあ蛇先端とかの、そうですね、まずはちょっとなんかそういう遠距離を匂わしてっていうところだと思うんですけど、キャラのはずっていうかそういうイメージがありますが、はい、まあパチキとかアグレッシブに見てるとこは見てますね。そうですね、気持ちよさそうにプレイしやがって、おう、マジか、ゴーさんうまいんだけど、うまいな、なんだなんだ、なんか全く読めないですこの見てる感じ、今クラークの NC 食らったところ、あれダッシュして投げに行こうとしてました、ね、確かにあそこ、あそこまだ山崎のターンだったんだ。もう再利子、あっ、おお、なるほど、投げで返して相打ちから、うん、アグレッシブというか、うわうわうわ、おまだこれ、ね、まだあるか、あーあなあ、苦しい、これはお嫁さんを呼び出して、あれ、はい、すごいなんか場内なんかって空気が流れてますけど、まあナルトさんが早い出陣です。あー、なるほど、わかりました、ポンザマンがいるから、なるほど、汚い男ですね。さあ、その強盗のメンバーでもあるナルトさんが、あれそうでしたっけ、そうみたいです、投手に牙を向いているのか、勉強させていただくつもりなのかよくわかりませんが、選んでるキャラは確かハイデル、ハイデル、すげえ久しぶりにナルトさんのハイデルを見ますが、しかしゴーさんの先ほどの動きを見る限りは何か起こりそうな気もする。山崎もいなくなりましたからね、確かにいなくなりましたが、おお、なー、これは痛い、これが詐欺なんだそうですね、ちょっとそうですね、詐欺飛びらしいです、はい、何のことだろうと思った方はヒートドライブの後の連携をご覧ください、
そうなんです。ネームレスですが、まあ、先ほど心配されていた状況になっているわけですが、あーですね、ナルト名物、人よりちょっぴり早いタイミングの暴れ、はい、ボタンを押すのが早いと。この状況は正直、おお、ああ3段だったか、苦しい。さあ、ゴーさん、どっかで。うおー、おー、入れた。完走しても死なないけども、このワンターンでなんとか。あ、立っていた。おお、かくった。今の綺麗なタイミングはかくってますね。そうですね、おそらく。デルン、ああこれはもうデルンが結構嬉しい状況で、そうですね、出てきましたね。こんな状況めったに見れませんからね。ああ苦しい。2番手のネームレスがライフ1割2割でゲージがしょっぱい状態で、そうですね。端に詰めれば正直キングのターンですが、キングの場合どうしてもフルコンというよりダメはずのループを継続したい感じになるでしょうから、はい、はい、こっからです。あっと出しちゃった。あ、届いた、届いて、しかもマックス超ゼロドット、ゼロドット、切ない。あー、その、いや今中断じゃなくて普通に当たって多分そうですね。なんで俺見てニヤニヤすんだよ。はい、行きましょう。ワンピガーは、カズキさん、カズキさんは新宿とかで結構見かけするような気がします。はい、そうですね、最近新宿にパンを使う人がすごく多くて、あ、多い気がする。もうで、今度は K から草薙からのからの、どうせ霞でしょ。あれ、なんかあれ、さっきからなんだ、なんかメッセージ性が込められているのかどうなのか、なんだろう、読み解くのが難しいな。確かに非常に難しいですね。まあ、しかし今初手同士は、まあ、聖対霞、はい、まあ、最近初手霞について、ああ結構あるんじゃねえかっていうか、もう一回戻ってきた感じもしますが、あ、なるほど、一周回って、そうですね、あの無印の頃のやっぱキムじゃなくてやっぱりビリなんじゃねえかみたいな。ああ、なるほど、まあ、どっちも強いんだけどな。そうなんですよね。ああ、痛い。お、生き残ったどころか、まあちょっと惜しかったな今のは。2番手アンディ、あ、アクティブですね。やっぱりアンディの方が動きづらそうには見えますが、そうですね、ちょっと窮屈な感じがありますが、やっぱりアンディ側としても剣足に侵入していくのに、あの遠距離 C が機能しないっていうか、アインのせいで。そうですね、なかなか振りづらいですよね。しかし割り込んでいく。結構稼働初期アンディ好きだったんで動かしてたんですけど、はい、アインの戻りに残影剣をねじ込んでやるのはどうだろうって思った瞬間が、はいはい、全然リスクが大きくてさっぱりでしたね。なるほど、あっ、だがここはなんとか、あー、おお、落ちた。
さあなんとかなんとかアンディが取り戻してさなぎ。この状況もちょっとジャンプの軌道的に、うわ隙は結構大きめですけど、草薙の前 B なんか尖ってていい技ですよね。そうね、なんか普通に判定もいい性能してるし、ちょっとゲージが、そうですね、ちょっと物足りない。おっと、これでかい。おー2周目もう1回だ。おお、まだ投げ、あ、これ当たるか。当たった、立ちくらいってことですかね。いやー減ったー、おっちょっと、はい、食さんが行きましたのでヤフオクをチェック中のとんかつさんに帰ってきてもらいまして、はい、食さん、食さんが行った。そうなのよ。で、2P はナルトさんじゃん、早くない？早いっていうのも酷ですけどね。あ、まあまあまあ、確かにもう残ってるメンバーがそうそうたる感じですからね。そうそう、俺もこの中に入っていいのかしらね。そう、入ってる入ってる。 K の同キャラなわけですが、そう、あのフルコン取られなければちゃんといつかチャンスは来るんだというっていう感じで動く人と、まあ、動く人たちというのかな、うん、で、青い方がまあ、ナルト君ってことになりますですね。そうです。さあ、しかしここは毎回言いますが、スケダッシュの同キャラに定評のある初期さん、ほら、トンカツさんがそのこと言うから初期さんフラグだったかな、今あ、しっかり、やはり K ダッシュの同キャラに定評のある初期さんあそこ結構安全を買いたくて、ガチガチになっちゃうこともあるんですけど、まだちゃんとね、上向いてましたね、意識が。あーあーさすがに出さないさあ、苦しい。で、まあ、ライフ差がまた5分の状況 でゲージが、まあ、ちょっと、まあ、初期さん有利って感じですね。不利だけ、不利か。ナウスさんが耐え忍んだ分ゲージが残っている。しっかり台足を差し返して、暴れてんのか、あそこで。ああ難しい。今中下のタクを嫌がって2段目はあえてしゃがんだと。なるほど。今のだったら先行間に合わないんだっけ。これ間に合わないですね。マイナス9だった気がする。先行が確か発生10とか。先行9じゃなかったっけ。10か。なんとか。じゃあ霞飛んできたらタクなんで安定なのかな。一応他のものがあるし、火山焼けとか。あ、僕が言ってる間に追い込んだ。追い込んだが、どうする。あ、ないか。今は確かに違う行動でしたね。ここね、今の選択は本当に、まあそうですね、対処戦を見据えてってことなんでしょうけれども、ここで、まあ、なんとか牽制で少しでも何歩か削って、もうこれで日本圏内ですので、あっと危なかった。ただナルト側もこれは欲しい。これが欲しかったところですね。あとエディ、そうですね、確定です。さあ2本払ったが、まあ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 、次につなぐ。下 A って3フレだったら、3、壊しが4で下 A が 3?4 か、ね、5まで間に合うんでしたっけ、あれ、はい、5まで間に合うんでしたっけ。 4だったような気が、あ、違う、うん、4だったような気がします。4まで間に合うだった気がします。
5かもしれないけど、ごめん、そこまではちょっと。デルンの壊しが当たるから、まあいいやで済ましてました。いやいやいや、あ、おっと、チャンスと言えなくもないぞ。あそこは西取り話題ですね。あ、ま、あるあ、捕まるか、捕まったの、捕まった。これは完走して、さあ、初期殿できる、やってのけた、いい顔してるですね。画面端で飛びを禁止で落とせたのと、近距離 D を守ったので、はい、すいません。で、まあフェイトシーンが、フェイトシーン間に合って、ラウンド1ファイト直三とやっていただきます。あ、開幕悪いのが見えましたね、今。久しぶりといえば久しぶりに見ました。すごいディレイで落下しながら鬼焼きの判定が残っているという見た目がおかしい技。おお、自分は困っ、レマテクが非常にアレな人なので、はい、実はダッシュから波動拳を打つと簡単に昇竜拳になっちゃう人でして、なるなる、全然なりますよ。そうなんですよ。ですので、あのようにダッシュ荒髪とかダッシュアインとか、はいはいはい、あのさらっと打てる人、ね、あ、すごいめくり、すごいめくり当たります。なんか俺もダッシュからデスペアやろうとするとよくあのアハハハって、そういうあの桜が舞うわけですよね。ここまで、あ、体力リードはオリジナル強、ちょっとチラリと危ないところもありましたが、ありましたね、今。うわ、外す。さあ、うまい、荒髪を当てていき、K ダッシュを沈める。 K ダッシュ、すごい窮屈そうでした。確かに、まあ、アインをガーポで貫きながら荒髪なんていうシーンもありましたしね。なるほど。直接落としはせず、まあ、ゲージもパンパン、オリジナル強、前へ前へと走って、さあ、本物の火力だけはしっかりありますからね。もう、あと奈落したい。あ、でも霞にはちょっと奈落があれなんですよね、確か。そうですね、霞でかいんですよね、確か。奈落当たんないんじゃないですか。じゃあ当たらないの、しゃがみながら何らかの霞に。そうなんだ、霞って後ろでかくなかった。なんかそんなの聞いたような気が。立ちの後ろがでかいんだっけな、しゃがめとダメなのかもしれない。おー、忍び寄る。うわー、すごいことやってのける。はいはいはい、ほいほい、はいはいはい。おー、ね、あっと、巻き上げる。だからここで、最後に、最後の毒髪が、すげえ迷惑をかけた感じですね、最後の毒髪という、ね、最後までやりきった感じですね。ゲージもしっかりそのまま温存してますし、ここで矢上くん、ここでフィーバータイム中の霞ですが、このゲージこそ出していいのかわからないゲージですから、これ難しいところですよ。ああああ、ここです、この時に出す、ここは使う、しかも弱、そうですね、激しいけど弱、壊しか、壊しって今守れる選択肢あったかな。大白山ゲランテミ、明日ハテミか。まあそんな酷な話はまあまあ酷すぎる、ちょっとここのネームレス、まあ、先ほどと状況は何とも言えないところですが、このイオリをなんとか美味しくいただくことができれば、投げる、あっ、超ジャンプシー、その選択肢はちょっと想像してなかった。俺に敗北はない。そしてジョンフンか。ただしゲージがちょっと苦しいような感じですが、まあでもなんとか2ゲージ、あっと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 、あっ、ジョンのミスよりもネームレスのあっって感じが、これはお、痛い痛い痛い、出し、しょうがない、ネームレスの戦いがこれから。空も強い、大きく飛ぶとガーキャンだ、大変だネームレス。名前もなければゲージもない。ついに、どっちもない。
ついでにそろそろ時間もない。フラグが立とうとしているのか。ガキャン出すでしょう。これで釈放一発でもそろそろ剣内と言えなくもない。あー、ここは最後コンボで締める。フェイト神勝利。ザキヤマさん、この間ザキヤマさんと結構な数対戦いたしまして、はい、すごいいっぱい一撃必殺されました。あお、そうですね、まさきさんのキャラはジョー使ってましたね。ジョー、マリー、リョウ、あとマリーの、まあ、ワンフレっていうか2フレドロップ、あれがすごい上手いですね。ダッシュからとかもガンガン打ってくるし、あれどっちで出してます、ワイブさん。俺がやるときは竜巻ヨガフレニュートラル、竜巻ヨガフレニュートラル。俺もそうなんですけど、一部情報によると竜巻前の方がいいよって。そうそういう話もありますね。みんな言うんですよね、やってる人。さっぱり出ないんでやめました、それ。ん？さっぱり出なかった、とっさに出ない。ああ、そうですね。ダッシュからとかどうやって打つのかちょっと想像もつかないので。ただマリー側その機械が、これは投げていく ATM さんがやってるやつ。今度は触って、あと危ない。確かにジャンプシーンの強さはガチ。これはね、前への強さもガチだった。まあ、ガクラが弱くなっただけで。そうですね、性能自体は上がってるんですよね、あの前。そうですね、密着で当たんなくなったぐらいですか。下に強くなったんじゃなかったっけ。そうですね、チビキャラにもしっかり当たるようになったんですよね。密着で生打ちしちゃうと初段触んなかったりするよっていう。なるほど。まあね、昔はあの前の初段だけガードできる位置をキープして早く前へ打てよとか、そう粘着して待ったもんですが、懐かしいですね。少し見事に立ち回っている感がある。ちょっと、おなんだ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 、すごいな。ビリードしっかり動いてますね。上側としてもちょっとゲージを吐いてしまったので、あ、すごい懐かしい光景。このビリーに対して赤点、今回のビリーが、ガクラが近いなんて。すごい、頑張って。あ、そして今かかとの後投げこすりじゃなくて下がっていくっていうのはちょっと斬新ですよね。ちょっと意外でした。D 投げこするかなと思いました。で、ヨリ中堅はヨリ、ゲージしっかりキープしてますね。まあ、ビリーにそんなにいっぱい出しどころもないといえばないですが、さあジョーがやった2本回収。下段対空からビリー、これは出ない、ラストが出ない。きたー、かっこよかったのに。チリスさんと悲しい、はい、ですね。最速だったから割り込めないような気がする。うん、確かに。で、まさかのゼロゲージ量、パンパンのイオリ対ゼロゲージ量。パンパンのイオリ見る機会もあんまりないけどな。です、番手でも途中で出しますからね、当たった場合に。あー、ちょっと外側は苦しいですからね、量も。あと早い展開もあんまりよろしくない。あっと、NC のミスだと思いますが、何をですか、ミッキーさんからパナセって声が聞こえてくるんですけども、ここが、あっと、ヤマさん大好きなジャンプ B。 そうどっちかっていうとヤマさん側がパナしたくてしょうがない空気だったんですが。で、逃げ時ジョンフン、あともうちょっとたまれ、しゃがんでいた。あー、しっかりしゃがんでる。決まるか、死ぬでしょう。あー、苦しい。
はい、そら YD。 さあ、いつもの万全なキャラ構成ですね。はい、今日はマチャとかいないですね。いないですね。マチャ、マチャなんか使ってる場合じゃないと。なるほど。あー、これはもう裏タクのワレスン、美味しい展開ですね。これどうすんだろう。すげー苦しそうなんだけど。そうです。あっ、もうレッドが入ってたな今の。今日ってなんか昔からやっぱ飛び道具強いキャラ苦しいですよね。そうですね、やっぱりタムカラに対していけた時代ってあんまり記憶がないんだけど。そうですね、なんか99とか2000って、あ、まああと9月とかは荒波がかなりまあ強いからな。あー、なるほど。98の拓磨と今日とかどうなんだろうね。多分まあゲージがなければ拓磨側がもうやっぱり根絶ですね。この光景でもしかして98より強いのかな。多分強いんじゃないですか。あ、とりあえずまず隙が少ないですね。98の光ってそんなに隙ありましたっけ。なんかこれぐらいの性能だった記憶があるんだけど。ちょっとあります。多分あの詳しい数字わかんないですけど、見た目が結構からもうちょっと違う気がしますね。じゃあこれ強化されてるのかな、それとも2000とかからコピペで持ってきたらこの性能だったのか。2000ってこれぐらいの光景でした。2000ももうちょっとある。あります、あります。2001は分かりません。あれ2001いたっけ。いるいるいる。あ、いるか。いるよ。2001が最後の飛び道具たくまだった気がする。あー、そっか、確かに。さあ、パナセとまたミキさんから声が飛ぶが、これはしかしパナスしかない。確かに。あ、確かに。苦しいな。おっ、あと、なるほど。あれはもうもうなのかな。もう前転しちゃってるしな。三鎮、あ、三鎮ないか。あ、そうだ、ないっすね。まあ、とりあえずもう裏滝だけは仕留めたかったといったところか。そして、まあ、かなり苦しい状況ですが、この状況でシャンフェイ相手にするのは苦しいな。そうですね。もうジョンガー勝つパターンはもうやはり画面端、何かのきっかけでいければってとこでしょうか。しかしちょっと沖縄が間に合わないか。めくれた。36の勝利、ラストですね。本日ラスト。さあ、このキャラの選ぶのが早いところで、察しのいい方は、はい、良くない人でも気づいてしまう。いや、来ましたね、ついに満を持してといったところでしょうか。さあ、最後やはりこの組み合わせですよ。また悶絶の。さあ、いつもよりベニマルが軽快に飛んでいる。今日俺2時間近くをこの闘神と やり合ったんですけど、どうでしたか。やっぱ自分もベニマル使ってる身としてやっぱ痛感しますね。ベニマルのその使用レベルがもう俺とは全然の差があるっていう風に痛感されました。あー、すごい。しかしかなり YD さんがもう前線している。むしろ状況は有利か。食らいつくが、さあ、ポンザからヤバいという声が上がる。これはでかい。あの光景を前に飛ばせてダッシュ前転で飛びを無理くりやり過ごすっていうところがね、ちょっとね、もう苦しさが伺える選択肢ですよ。相当多分試行錯誤重ねた結果でしょうね、おそらくは。そしてよりが襲いかかっていく。よりもちょっと離されると貢献はきつそうだけれども。そうですね、弾のやっぱちょっと性能差がありますね。あ、うまい、うまいことを裏たくま押します。逆に裏たくま側もまとわりつかれると苦しいのかな。近距離戦はより2分がありそうな気がするけど。そうですね、ちょっとやっぱ無理しないといけないですからね。あ、なかなか珍しい組み合わせ。ダッシュ、
あの非常に展開が早い。どっちも早いんだよな、鳥が。まあ、お互いかなりもう攻めっ気が出てますが、リードしてるのはポンザ。おお、しかし打ち勝てない。うっ、きたー。あー、一瞬お見合いがあったが、難しいな今の。 IE が当たらないとなると、そうですね、あそこなかなか、まあ出してるってことはやはり使う感じがしなかったんでしょう、IE さん側も使う。まずすか、出し、おお、なんかにわかにある感じになってきましたね。そうですね、まあ、あるのはゲージさで出てくるのがかすみ。おまじか、ゲージさも散々やってるでしょう、この試合。今の開幕ダッシュは意思が感じられますね。危なかった。さあ、ここは火力を取るより生き延びたい。打っていく。あ、投げ抜けて投げ外して足払い。 YD 優勢、中断。むごめんと謝ったが、やはりまあ、あり、あーあー、あるよ、あるよ、なっ、あーあー、すぐそれ。すごい試合だ。お互いの意志が強すぎて、もうやばい、ね、プレーにもう溢れ出てますね。あそこでダイヤシ刺してれば勝ってたところに、安定の壊しを取りに行ってしまう YD さんに俺はちょっと愛しさを覚えました。あとはあのポンザの土地のコンボをあそこ迷うところですね。使うか使わないかね、確かに微妙なところだった。まあ置き攻めで読み勝ってそのままマックスで終わらせたかったんでしょうね。はい、じゃあというわけで終わりですね。終わりですね。終わりですね。いや、すごい面白かったです、見てて。動画で伝わるかわからないけど、この臨場感たらなかったです。すごい真面目だから疲れるんですよ。騙せるポイントが少なすぎて。あ、確かにそうですね。ポンザも代表みたいなもんですよね。そうなんですよ。みんなポンザとやると疲れる疲れる。まあ楽しいんですけどね。あ、そうですね、その神経すり減らせながらやるのがいいですね。じゃあこれで、はい、お会いということで、はい、面白かったです、ありがとうございます。はい、それでは第206回 KF0 ニアム紅白戦、これで終わりたいと思います。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。